あの駅で財布をすられたようなんですがそうですかまずは詳しく話を聞かせてくださいはい七本木駅のホームで男がぶつかってきて気がついたら後ろのポケットの財布がなくなっていたんですズボンのポケットに財布を入れていたんですか黒い長財布でファスナー式で真ん中にジョルジオ G-I-O-R-G-I-O ってアルファベットでシルバーのロゴが入っています。中身はちょうど現金が3万円。あと在留カードもとりあえず防犯カメラを確認してみます。何か分かった際にはお知らせします。お願いします。どんな小さなことでも分かり次第電話してください。あの、 駅で財布をすられたようなんですが。そうですか。まずは詳しく話を聞かせてください。はい。七本木駅のホームで男がぶつかってきて、気がついたら後ろのポケットの財布がなくなっていたんです。ズボンのポケットに財布を入れていたんですか。 黒い長財布で、ファスナー式で、真ん中に、ジョルジオ、G-I-O-R-G-I-O ってアルファベットでシルバーのロゴが入っています。中身はちょうど現金が3万円。あと在留カードもとりあえず防犯カメラを確認してみます。何か分かった際にはお知らせします。 お願いします。どんな小さなことでも分かり次第電話してください。